セスナ620離陸するセスナ620セスナ620はアメリカのセスナ社が開発した4発レシプロプロペラ機である。セスナ社の大規模なマーケティングにもかかわらず販売時期が災いして商業的に大失敗を収めた。1953年単発プロペラ機であるセスナ150やセスナ170の成功を受け、セスナ社は 双発プロペラ機であるセスナ310とともに、さらに大型のプロペラ機の開発を始めた。当時、大型ビジネス機には、ビーチクラフトモデル18といった第二次世界大戦前の双発機や、第二次世界大戦後に払い下げられた A-26 や B-26 などの爆撃機からの改造機が使われており、これらの買い替え需要を見越しての開発だった。 セスナ社では、全米ビジネス航空協会から意見を聴取して、市場調査を行い、開発する飛行機は10人乗りで、安全性を向上させるために、富士二次の耐久性が高い低翼を採用し、飛行中のエンジン停止を考慮して4発エンジンとした。さらに、客室は、余圧式で立って歩く容積を確保し、自力で起動するための補助動力装置を搭載するなど、 快適かつ高級な機体を開発することとなった。開発する機体には、初飛行したばかりのセスナ310の2倍のエンジンを搭載することから、310の倍数である620の名が与えられた。セスナ社のセスナ620への機体は大きいものだった。同園ボーレスセスナ社長は、ライバル企業である、ビーチクラフトで、傑作自家用規模ナンザやツインボナンザを設計した。 ラルフ・ハーモンをヘッドハンティングして主任設計者に任命、技師100人の設計チームを編成して、同年9月に開発計画をスタートさせた。白地にダークグリーンとライムグリーンで塗装された試作機は、1956年8月11日午後、セスナ社開発部門そばにあるマッコネル空軍基地で、デールウエストフォールとビルスティンソンの手によって初飛行を成功させた。 機体は楕円形の断面で座席のみの場合は10から11人、会議用のテーブルに胴体後方のクローゼットとトイレを設けた場合は6から8人の乗客が乗る。精密機器を空輸する車有機としての需要を予想して客室は短時間で貨物室に改造することができた。客室にはエアコンを完備して高度7500メートルで 高度2500メートルの気圧を維持できる余圧式とした。ドアは階段を兼ねたやステアで、当時は大型旅客機にも珍しい補助動力装置も搭載して、地上設備がない施設飛行場での運用に備えていた。主翼には、翼端の燃料タンクに加えて、外翼にも535ガロンの燃料タンクを設け、2700キロメートル以上の航続距離を発揮した。 この燃料タンクの配置は、発火しやすい燃料を機体からできるだけ離す工夫だった。乗員は二人で、副操縦装置や、自動操縦装置、気象レーダー、VOR 対応の軽機着陸装置、距離測定装置、無線方向探知機といった、最新鋭の広報装置、自動消火装置など、大型旅客機と同じ操縦装置が搭載された。 エンジンにはセスナ百八十やセスナ三百十に搭載されたコンチネンタルをマイナス四百七十の改良型で新開発のコンチネンタルグソマイナス五百二十 a の搭載を予定した。これは四発エンジンを搭載することで安全性をアピールする根拠にもなったが実際には離陸に必要な千三百から千四百馬力を確保するためにセスナ社が採用している。 コンチネンタルモータースのエンジンでは4発も搭載しなければならなかったためである。エンジン整備を容易にするため、エンジンカウルは両開きのクラムシェル式とした。プロペラはハーツエル製の3羽低速式プロペラで、フェザリングが可能な最新のものだった。第1回の試験飛行は65分間で、無事に成功したが、エンジンのオーバーヒートが指摘された。 一週間後の二回目の試験飛行は火災報知機の作動により途中で切り上げられたが、これは誤作動によるものだった。このようにセスナ620の開発は火災報知機とエンジンに不調に悩まされた。一方、セスナ620に並々ならぬ期待を寄せるセスナ社は大々的なキャンペーンを展開した。実物体のモックアップをトレーラートラックに乗せて走らせ、 1956から1957年の NBAA の大会ではノベルティを配布し、さらにはプロモーションのために短編映画、I t トゥ h ザスカイを制作するほどだった。顧客へのサービスも充実しており、前払い金1万ドルを支払えば1958年に引き渡しが始まる期待の予約が可能で、しかもキャンセルしても前払い金は返金するというものだった。 セスナ社は年300機を見越して作業員の新規募集を行い、セスナ620の成功は間違いないと確信していた。しかし、これらの努力と裏腹にセスナ620は1機も受注を得られなかった。折氏も Z 旅客機の台頭で余剰となったコンベア240やマーチン4から0から4といったレシプロ旅客機が市場に流れ込み、これらは 中古機ということもあって、改造機でさえ、セスナ620の半額強で販売されていた。対するセスナ620は高性能が災いして、1957年夏には、オプションなしの基本価格が当初予定の25万ドルを超える37万5000ドルまで膨れ上がることが明らかになった。このため、高価なセスナ620は、キャンセルが相次ぎ、 価格高騰が判明した時点で受注は例になった。さらに、グラマンガルフストリームや、ノースアメリカンセーバーライナー、ロッキードジェットスターといったビジネスジェットが開発中という情報も広まっており、仮に販売を続けてもレシプロエンジン機であるセスナ620が市場で早々に陳腐化するのは避けられない状態だった。結局、720万ドルという莫大な開発費にも、 かかわらず、販売実績が皆無の期待に、株主総会はこれ以上資金を注ぐことを認めなかった。1957年10月14日、セスナ社は、セスナ620の開発、販売を突如中止した。突然の開発中止に、社内は、騒然となったが、開発担当の従業員は配置転換か、契約解除を余儀なくされた。期待を裏切られた、セスナ社は、 セスナ620を闇に葬りたかったのか、エンジンやプロペラなどの使用可能な部品を取り外した、唯一の試作機はブルドーザーで、スクラップにしてしまい、設計図や各種データもすべて破棄してしまった。セスナ620は高性能の機体だったが需要に恵まれず、同時期に初飛行して1980年までに約6300機が製造された、セスナ310とは、 対照的な運命をたどった。本機種以降、セスナ社は4発プロペラ機の開発を行っておらず、また大型ビジネス機の成功策は、セスナサイテーションを大型化した、セスナサイテーション X まで待たなければならない。アメリカの航空評論家、ダリル・マーフィーは、本機について、問われなかった質問への答えと表現し、日本の航空評論家、岡部伊作は、著書で、誰も買わない。 自信作、悲運の名器。と評している。<music> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAABAC アドアイ、OK、岡部ベ作、世界の脱作機7第2本会話2014年、ISBN4 から 4992312E99P93 から97。 ハット ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVWXYZAABACADIAF ホアシタカシ急変した市場環境に葬られたセスナ渾身のチャレンジその旧セスナ620ホアシタカシセヒカリ南、山下白洋、協調残念な旅客機立ち子混沌剤ダメ旅客機のオンパレード カロス出版2016年 ISBN978 から4から 802202176P122 から133ありがとうございます。